じゃあこんにちは、豊さん、はい、さあ DeNA が、はい、ね、マッコに来てマラミレス監督が退任される、うん、そうだね。そして石川選手がちょっと構想から外れたというニュースも入ってきたんですけど、うん、まずじゃあラミレス監督の方から。ラミレスはね、はい、これ今年優勝候補にしてた、はい、で DeNA を優勝に挙げる解説者も多かったんだけど、はい、やっぱそれだけ戦力が整ってるんだよね、うん、ただ故障者が多いピッチャーに、はい、特に、うん、その故障の原因っていうのは何なのかっていうこと、これはやっぱ使いすぎだよね。一つ言われてましたもんね、うん、と投げさせすぎ、はい、まあ、後ろの方はね、うん、中継ぎはそれと他のコーチの意見を聞くというよりも数字を見ちゃってる。あ、そこで不協和音っていうのは出てたことは確かに。その噂というのは豊さんの耳には入ってたんだ。入ってる最初から入ってる。もう最初からだったんですか。ただ数字は嘘をつかない。まあはい、だから勝負に徹するとすればやっぱ数字から弾き出したものっていうのは正しいんだよね、はい、でもコーチは情がある、うん、選手に対して、うん、だからそこでの壁、監督とコーチの壁はあったかもね。特に例えばピッチングコーチとのとかもあるよね。例えばここのタイミングで行けとかさ、はい、なんで行かないんだとか、うん、それは監督の権利だからさ、はい、それは主張するけど、うん、でもラミちゃんは俺よくやったと思うよ、うんうん、トータル的に言えば、はい、あの日本シリーズも出てるしさ、うん、まあ日本シリーズでも戦い方見てるとピッチャーなんでここで変えるのっていうところで変えてみたいなとかさ。それってやっぱり野手出身だから特にそうですか。あとまあ数字とかメジャーリーグ方式みたいな。まあそうだよね、うん、あと8番にピッチャー入れたりとか、はいはい、まあいろんな改革いろんな野球を見せてくれてたけどさ、うん、やっぱどちらかというとつまんないよね、うん、だから打つしかない。まあそうですね、うん、トリックがないから、はい、だから打つだけだしやっぱ結果が出なかったっていうのは、うん、もう去るしかないよね。そうですよね、うん、続投にはさせなかったわけですよね、球団側は。まあそうだね。それって例えばファンが、まあ、ラミちゃん、あ、今日もラミちゃん劇場始まっちゃったとか、うん、そのピッチャーの小刻みな、やっぱね、はい、長くやって結果が出ないと言われちゃうんだよ。そうなんですよね。だから見てる人は全員監督だから。そうなんですよ。で、トリッキーなことをやって勝てればやっぱラミちゃんの発想ってすごいってなるんですけど、トリッキーなことをやって負けるとどういう発想でやってるのとか、まあ、一斉にまあそうなるじゃないですか。ただね、ラミちゃんの特徴っていうのは、はい、まあ、例えば140試合があるとするじゃない、うん、これをトータル的に見れる指揮官だったね。あ、そうなんですね、うん、だから悪いからってバタバタしながら、はい、今我慢の時期だ、うん、必ずここから良くなるとか、うん、そういうこう先見の明というかさ、はい、そういうものを持ってたような気はする。あ、そうなんですね、うん、だから負けてても慌てない、うん、結果を140試合終わってから言ってくれっていうタイプだった。あ、だから話をしてても心強かった、はい、いや、いいんだいいんだって、今は仕方ないんだ、うん、でこいつが絶対復調してくるからとか、はい、そういう言い方をしてた指揮官、うん、だから選手が調子悪くてもバタバタしない、うん、すごく1シーズンを常に考えてた、うん、長いスパンで物事を考えてた監督だった。そうなんですね、うん、そっか。球団との話し合いも あるのかもわかんないけど、例えば今年の場合で言えばよ、はい、山崎康明があれだけ悪いのに、うん、ここに来てやっと、ここに来てっていうか、まあちょっと前だけど、はい、やっと登録抹消にしてさ、うん、もう一回リフレッシュしてこいって、もう遅いっちゅう。もうリフレッシュとかもうじゃない。最初からそういうことをやればよかったんだけどさ。あれはラッチャーのどういう考えだったんですかね。いや、だからちょっと配置転換をすると、はい、気分的にまたスイッチが入るんじゃないかとか、うん、そういう狙いはあったにしても、はい、山崎康明はさ、抑えじゃないともう働けないよ。そういうとこやっぱ価値がない、はい、そこで働かないと。だからそれを思うとさ、早く抹消してもよいのになとか。でもしかして早く抹消しておけば、いい状態で帰ってきて後ろでもっといい順位にいたら、うん、ラミちゃんはいたかもしれない。そう、まあ可能性はあるよね、うんうん、だからその代わりを三島っていう人間やってんだけど、
いや三島がちゃんと抑えてるからいいんじゃないかって思う人もいるかもわからないけどね、三島はやっぱり中で厚みを持った中継ぎ陣にしたいわけでしょ、はい、だから一人後ろに持っていく、くることによって手薄になるわけで、はい、そこはやっぱり痛いよね。その代わりパットンとエスコバーが登板型になる、はい、時々2人が失敗する。ありました、ね、先発なんか次ピープルズとか帰ってみたいな、途中どうしちゃったんだろうって。だからオープナーなんか知らないけどさパットン先発していきなり8点取られるとかさお前何やってんだって、その前に帰るよみたいな。いやもうだから途中なんか瞑想入っちゃったのか。そうだから失敗するとそういうことになっちゃうんだ。そうなんですよ、ね、なっちゃうけどそれが印象として残っちゃうから。そうですよね。で言い訳しても外国人だからその言い訳あんまり書いてくれないよね、新聞記者が。そうなんですよね。そうなんですよね。だからそういう面ではまあ辛いけど、はい、でも長い政権で、まあ、よくやった方だと思うけどね、うん、ただ故障者を作るっていうのが、うん、あまりにもちょっとピッチャーの中では多かったかなっていう、うん、印象、うん、それとやっぱりすぐ変える、はい、だから選手がやっぱ育たない、はい、ここを乗り越えて初めて成長するっていうところがあるじゃない、はい、例えばアナウンサーでも泣いても読めみたいな、我慢して読めみたいな、うん、失敗しても最後までやり通すとか。だから代わりがいくらでもいるんじゃなくて、うん、じゃあもう変えちゃうぞ変えるって、うん、それは成長しないじゃない、はい、だから本当に成長しきった選手たちがいるのかどうかっていうことだよ。あ、そこですね。ピッチャーはね、特にね、はい、野手は我慢して成長させた選手もいるけど、はい、数少ないね。だから勝負に徹した監督だから。そうですね、これはあの賛否あっても、はい、いろんな監督のスタイルがあるから、うん、成長させる監督なのか、はい、勝負に徹する監督なのか、はい、両方やっていく監督なのか、うん、いろんな監督のスタイルがあるから、はい、まあ、ラムちゃんは勝負に徹した監督だったよね。でも徹して結果が出なかったら、うん、もう去るしかない、ね、しょうがないです、ね、しょうがない。でラミレス監督とあともう一人石川選手。石川ね、伊藤さん石川選手の印象だったら石川、あいつはさダメなんだよ。えあいつ嫌なものから顔を背けるタイプ。あ、そういう感じなんだよ。そう、はい、ただねガッツはあるんだよ、うんうんうん、もうねお前絶対塁に出てこいって言ったら、はい、もう当たってでも出るぐらいの感じの根性のあるやつ。すごい。でも嫌なことに関しては外も、例えば嫌なことっていうと、彼に言ってみたの？いや、人と会わないとかさ、そうなってくると、もう、なんていうか、眼中に入れない。柔軟性がそういうところもちょっとあればなっていう。そうそうそう、頑固なんだ。そうなんですね。だから、あいつのスタイル、だからバッティングもセンスがあるよ。はい。で、俺1年目のヘッドコーチになしてた時に、はい、夏に球団に呼ばれて、各コーチが、どうやったら強くなるか。キャプテンをやってた石川が、はい、ね、どうやったら強くなるって石川を切ることだって言ったんだよ、はっきり、はい、伊沢さん、うん、石川を切ってくれって、こいつは強くなる、うん、あいつがいると悪影響だって言ったんだよ、はい、いやそれはまだ石川若いしできませんって言うから、はい、でできないんだったらどうするんだって、うん、豊さんから見てどういうバッターなんですかって言うから、はい、いや3割打てると思う、うん、戦力になれると思う、ただあいつの性格がダメだって言ったことは、あ、そうだったんですね、うん、じゃあどうするんだって、球団としてはどうしたいんだって言ったら、はい、いや3割打たせてください、ほう、じゃあ残すんだなって、はい、そしたら徹底的にやるよって言ってやった。別に切りたくて言ってたわけじゃない、うんうんうん、じゃあそれで3割を打たすように指導しようとしたら、はい、やっぱ嫌なものから顔を背ける。あ、もったいないですね。いや、もったいないんだよ。選手としたら足は速い、はい、うん、肩はちょっと投げることに関してはちょっとあんまり良くないんだけど、はい、あの守備もそんなに下手じゃない、はい、だからいい選手なんだよ。バッティングのセンスもあるし、でも徹底したらまだ使える。あ、じゃあ本来だったら、あ、今のいる位置じゃなくてもっと高い位置にいていい選手、いなきゃいけない選手なんだ。あ、そうなんだ。だから甘やかしたんだろうな、誰か。あー、コーチだったのか誰だったのか、うん、うわ、ほんでね、気使うんだよ、やたら。だからそっぽ向くから、
そういう性格だっていうのは他のコーチは知ってるから、コーチが逆に選手に気を使ってしまうとか、うん、そしたらもう選手は伸びていかなくなっちゃう。だから思う、これからやるときには一人の選手はどうにもならないし、はい、わがままじゃ世間を渡れない、うんうん、嫌なものから顔を背けるな、はい、そういうアドバイスを送りたい。で、お前はの持ってる能力が高いんだ、はい、ね、だからそれはまだ出せるチャンスがあるんだったら出してくれる。で、まあ、応援はするから。 DeNA は一応もう構想から外れたっていうふうには言われてるんですけれども、で、まあ、ご本人も他球団を模索するみたいな、ということはじゃあ他球団で石川選手みたいな選手のタイプの選手が活躍できるチームっていうとある、ありますか。いや、内野手が不足してるチームっていうのはたくさんあると思う、はい、だからそういう意味ではあの活躍の場はまだたくさんある。おだから応援してるし、はい、頑張れって言いたい。そうですね、じゃあ他球団でぜひ、うんうん、だからあとはやっぱ献身的に、ずっと献身的になった時の気持ちをずっと持ち続けろって、うん、嫌なことは言われるって、はい、嫌なことは言われるし耳うるさいことは言われるかもわからないけど、うん、それはね自分の中で、ね、蓄えろって、うん、それがお前の力になるっていうアドバイスをしたいな。 それを入れない、入れたら吐き出す、うん、これじゃね自分が変われないし力にならない、うん、だから そこはくそうと思っても蓄えといていいよって、そしたら自分が変われる。人かは成長して、人かは成長して、うん、もう一回活躍できる場をつかみ取れるってことですよね、うん、そしたらねあいつはね、うん、いろんなことをやってきてるから、はい、いい指導者にもなれるという。あ、そこにつながっていくわけですね。じゃあ、まあ、ラミレス監督は今季限りでも退任ということですけども、うん、石川選手はぜひ、ね、来季なんか一皮向けて成長して、うん、ぜひ活躍する、ね、まあ、どっかの球団のユニフォームは着といてほしいな、うん、であいつは苦労したら苦労しただけ人間味が出てくる人間だ、はい、だから楽しみにして、楽しみに、はいはい、来季の活躍楽しみにしたいと思います。